日本国神奈川県横浜市中区山田町山田町は神奈川県横浜市中区の地名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。2020年5月31日現在、936世帯1519人が暮らす。横浜駅再開病院中区の北西部に位置する。北西は富士見町、北東は長者町点三町目、南東は 千歳町、南西は南区永楽町にそれぞれ隣接する。神奈川県住宅供給公社の集合住宅や中小の事業所のほか、町の南を走る大三橋通り沿いに横浜駅再開病院と千歳公園がある。町の北部にあった横浜市立富士見中学校は2013年3月で並行し、横浜市立横浜吉田中学校の第2グラウンドとして使用されている。 最寄り駅は、横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢崎長者町駅。大山橋通り上の長者町一丁目と東橋の停留所より、横浜駅から伊勢崎長者町駅を経由して、磯子駅方面を結ぶ京浜急行バス、桜木町駅から滝頭方面を結ぶ横浜市営バスも利用できる。私立小中学校に通う場合、 全域が横浜市立南吉田小学校及び横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。江戸時代に吉田神殿として開拓された土地の一部で1872年から1973年頃に山田町の町名が付けられた。町名はこの地に最初に居住した者の,のせいから取られた。当初は1から5町目のあざ町名が設けられたが、 1882年に3丁目が永楽町、4.5丁目がマガネ町となり、後に町目が廃止された。1889年には、市政志向により横浜市の町名となる。1919年に、千歳町から出火した火災では、山田町域も被災した。1927年の区政志向に伴い横浜市、中区の町名となる。1928年には、 大桟橋通りに横浜市電が開通し、1972年まで運行された。1961年に横浜市立吉田中学校富士見分校ができ、翌1962年5月1日に横浜市立富士見中学校となったが2013年3月をもって吉田中学校と統合し、横浜市立横浜吉田中学校となった。ありがとうございます。